アジム・とモうひは、香港の実業家、ジョルダーの貧乏日報、ユーメディアの創業者、中国広州市出身で、祖籍は中国関東省仏山市淳徳区、香港に永住権を持ち、英国市民パスポートを所有している。中華民国のパスポートは取得可能だが、台湾の居留証のみを所有している。2020年国境なき記者団により、 貧価日報主催の功績が認められ、特別賞を受賞している。香港国家安全維持法により基礎、交流されている。中国関東省公衆市にて出生。7歳の頃、父親が香港へ亡命。母親が労働改造所に送られたため、8歳から9歳の頃には自身と妹と知的障害を患う姉を一人で養わなければならなくなり、 鉄道駅で乗客の荷物運びをするなどして、チップを稼ぐ暮らしをしていた。他に、姉や兄がいたが、学業に専念するため実家にはほとんど戻らなかった。12歳の頃、母が労働改造所から解放された後、日光線に乗って、香港へ亡命する。自助伝、我が瀬はじむともひでによると、香港からの旅客の荷物運びをした時、彼らはチップではなく、 チョコレートバーを私に与えてくれた。チョコレートバーの味は今までに私が体感したことのないもので、その時私はこれが香港人なのか、このチョコレートも香港から来たのか。香港とはとても素晴らしい場所に違いないと感じ、私も香港へ行きたいと思ったのです。とある。はじともうでは64点暗門事件は個人的及びキャリアに 大きな影響を与えたと述べ、この事件がなけれなければ、ウィークリー・ウィークリーと、アップル・デイリーはなかった。1989年の民主化運動の間、ジョルジョのジョルダーノは、多数の民間 T シャツを印刷し、ハロー、降りてください。以降、私たちは怒っています。彼は、香港の人々のために、街頭パレードを着ており、それ以来彼は政治に関与していた。 事件後に、はじむともひでのリーデム、1989年6月4日によると、まだ彼は乗り換え以来、香港の人々の行進に参加する20万シャツを寄贈し、捜査、ジョルダーノの要求で、香港民主党のベテランマーティンリー、1990年代、ライは言いました。中国プレミアため、6月の事件に参加するための努力、公開書簡では特に厳しい批判の二次法は、 中国本土の事業にあるすべての北京政府が遮断された後にジョルダーノはジミー・レイはすべて安く自己を販売する一方で全株式を強制的にこれはメディア業界の発展に焦点を当てています。はじめともひで自身と彼のユメディアは香港民主党と密接な関係があります。1997年に香港の主権が引き継がれた後、 ほとんどの香港メディアは、親中国とみなされ、自己検閲が流行し、その回のメディアは依然として強く批判しました。中国共産党で厳しい批判のための香港特別行政区政府とプロ、確立キャンプコミュニティのための体制香港メディアは、香港メディアの政治のユニークな特別な位置で、レバノンに沿って反共産スタンスを宣伝しました。はじともひの出版物。 ウィークリー・ウィークリー及びアップル・デイリーは香港政府と北京政府を批判することが多いため中国本土では禁止出版物として分類されています。2007年には RTHK のテレビ番組がメディアウォッチの訪問ジミー・レイ、民主主義の見解についての新聞はプログラムがリッチの始むとも非でその純資産その後ほとんど何も唯一の希望ではないと主張した。 こう嫌に、と彼は言いました。民主主義がビジネスでサポートされている場合、これは取引であり、取引はすでに販売されています。二番目の妻、L.I.U.A.N.K. は二千十一年五月二日にケーブルニュースアンカー全名フアと結婚しました。七歳で、はじめともひでの家族は散らばり、父親は香港に行き、二人の姉妹と兄弟は高校と大学に通っている間に、 別の場所に転勤しました。彼らは滅多に帰宅せず、母親は閉じ込められて苦労しました。彼の家族、双子の姉妹がいます。彼らの3人の子供たちは、ジジ隣ン,ンの世話を除いて、ほとんど彼ら自身と戦いました。当初、彼らはいくらかの生活費と引き換えに、売り手の腐った銅と鉄に頼っていました。そして、彼らはお金を稼ぐことができなかった時、 彼らは空腹にならなければなりませんでした。後に黒人販売の御社が同僚の自宅に行き、乗客が荷物を運び、チップを稼ぐのを手伝うために彼を駅に行かせ、彼はまた他のものを売ろうとした。その後、母親の労働改革は解放されましたが、12歳になって香港に潜入するまでお金を稼ぐ必要があったため、彼はまだそれを行っていました。 1960年、彼は中国本土から香港に忍び込み、家族になりました。12元の年で、ジミーレイは一つだけで運ぶ香港ドルによって、マカオと香港に密輸不法労働者、3の彼らの最初の月給アメリカ合衆国ドル。16歳の時、彼はカツラであった、香港の工場で小さなスタッフとして働いていましたが、 主に材料の配達とワークショップの生産と受け入れを担当していました。16歳から麻薬を販売し、タイ、中国、日本三国に麻薬パーティーを開く。後に彼は一生懸命勉強することに触発され、かつてセールスマネージャーとして働いていましたが、会社はかつて罰を記録していたので、彼は自分のビジネスを始めることを決心しました。 彼は小学校教育しか受けていませんでしたが、流暢な英語を話すために独学に頼り、株式への投資で多くのお金を稼ぎ、1981年にジョルダーノのファッションチェーンを設立しました。1990年、ジョルダーノの株式を売却することを決定し、香港にメディアグループを設立して、ウィークリー・ウィークリーを設立。1995年、 アップルデイリーが設立され、1日の流通量は70万部を超え、当時、その富は5億米ドルを超えた。1999年6月、オンライン小売り、アップルファーストセーリングを設立。これは、期限切れの並行輸入品の販売を訴え、最終的に10億本コンドルの損失に終わった。2001年、メディアキャリアを台湾のメディア市場に拡大し、台湾の 週刊ウィークリーを設立。2003年5月、台湾のアップルデイリーを設立し、香港のゴシップとパパラッチ文化を台湾にもたらした。2008年10月、メディアグループの最高経営責任者を辞任し、取締役会長を務めた。2009年以来、台湾でテレビを組織し、何度もライセンスを申請してきましたが、2010年12月28日に、 正式に発売されました。2009年、中華民国の ID カードの申請に成功し、中華民国の市民権を取得。2013年3月、台湾のメディア販売事件で、反メディア独占キャンペーンが開始された後、台湾のアップルデイリーや台湾のウィークリーウィークリーなどの印刷メディアを販売しないと述べた。2014年5月1日から、香港の アップルデイリーの社長を務めた。12月11日、彼は傘革命への参加と中央運動への参加で警察に逮捕された。彼は香港アップルデイリーの社長職を辞任した。同年12月14日、彼は取締役会長及びメディアグループの執行取締役として辞任を発表した。2015年4月、 タイムマガジンの最も影響力のある100人に選ばれた。2020年8月10日、香港国家安全維持法を制定して、民主派への取り締まりを本格化した当局は、はじむともうひでと同志幹部ら7人を同法違反などの疑いで逮捕した。同日、香港の民主活動家、周にはも同じ容疑で逮捕されている。11日、貧火日報は一面に、 アップルデイリーは戦わなければならないとの見出しを立て、警察に連行されるはじむしの写真を掲載した。香港市内では、早朝から同志を買い求める市民の長い列ができた。はじむともひでは12日未明に保釈された。文春オンラインによれば、中国各地のメディアは、ジミーラインの逮捕を喜び、シャンパンパーティーを開きたいなどと書いたそうである。2020年に入って、以降、 違法な集会に参加したなどの容疑ですでに2回逮捕されている。日本経済新聞によると2020年12月31日香港最終法院は香港国家安全維持法によって起訴されていた自民以来は保釈を取り消され最終官となった。2021年2月1日の審理まで拘留されることになった。し ライトシーマーティンは2013年に参加した70から、一パレードリー人員は長年にわたって、反民主主義の主流政党の主要な政治献金者でしたが、彼は設立派に批判され、ブラックゴールドの寄付を非難しました。2011年10月、いくつかの新聞の報道によると、ハジム・とモーヒでは、香港の反民主的及び宗教的サークルの記録にお金を寄付し、 それが広く一般の議論を引き起こしました。この文書は2006年から2010年までに彼は民主党と市民党にそれぞれ1000万元以上を寄付し、香港のカトリック司教、チェン順に2000万元を寄付したことを示しています。2009年、はじむともひでの寄付は民主党の非会員寄付の99%、市民党の68.2%を占めました。 2010年2月の5つの地区の住民投票、事件でエルアイズイングは、市民党と社会及び社会問題に、それぞれ100万香港ドルを与えました。それは、ドナーの身元を開示していないため、民主党と市民党は受け付けておりませんまた、条件付きの寄付金として知られ、プライバシーを表明しているので、捜査の疑いはありません。と前は20ドル M を寄付する資格を認めました。 一部のコメンテーターは、レバノンの寄付は、舞台裏で、香港の政治を操作することを目的としていたと、指摘しました。2012年9月1日は、近くの香港立法選挙、2012年、来は、ラジカル民主主義といって、香港、貧化日報、民主党のための公的支援の資料を公開し、国民の力論争を引き起こし、 中国の民主主義の文化と共謀の重要人物を亡命中の香港コメンテーターであるチョンズコンは LI もは民主党が率いる民主党員を追いかけ民主党に魅了されファンミンミンを憎んだと答えた LI ズイングの香港アップルデイリーは選挙の前夜民主党を明確に支持しました LI はデジタルラジオ局 D100 ザ・ティー・カップ・イン・ザ・ストームプログラムでの選挙の数日以上前であり、聴衆の民主党に対する批判は維持されました。2014年の傘運動の前夜、はじむともひでは再び1000万円近くの文書を韓国民に寄付したことで告発され、アップルデイリーが宣伝され、はじむともひでと台湾の赤シャツ軍司令官市民土の間の対話のテキストと録音が宣伝されました。また、 多くの新聞はコンピューターにハッキングされた疑いのある情報を引用し、それをフロントページまたは大きな形式で報告しました。l i ズ i n グは長年にわたって数千万人を反中国民主党と一部のシンクタンクに寄付し、多くの反民主党に政治献金を行ってきました。彼はスマッシング・ザ・チューンプログラムで 寄付や多くのアメリカ人の友人なども事実であり、自分の能力に合わせて社会的に有益なことを促進し、実行することだと強調した。私は常に市民の人々を支援してきました。私は間違っているとは思わない。より多くのビジネスマンが人々を助け、私が幸せになり、反人口が悲惨になることを願っています。彼は外国軍に助けられたことは一度もなく。 多くの外国人の友人がおり、一部は大役人であったことを繰り返しました。彼はすべての寄付はすべて自分で稼いだと強調しました。これらのお金はギャンブルによって稼いだものでも、古い豆でもありません。1994年7月には、上の白い6月の事件の自マガジンでは、と題する書簡公表メスイヌの利宝の息子への公開書簡 かつて批判することを目的と信用の開示中国首相理法を。CCP は徐々に中国本土で禁止されジョルダーノ、ジミー・レイ・ジョルダーノを強制的に終了し、中国本土を入力するように再び彼自身のファッション帝国を設立し、また彼が使用し、英国市民のパスポートの中国本土へのアプリケーションのビザも拒否した。 ジミー・レート民主党2007年6月30日、上に統一10周年に代わって、ワンチャイ・コンベンションエキシビションセンターなど、セミナー、200人以上と民主党のいくつかのコアメンバーが出席するために、マーティン・リー、ヤング・サムヨーニと、2001年、はじむともーヒでは、台湾のメディア市場に参入し始め、香港の物議を醸す、メディア文化を台湾にもたらしました。 台湾のテレビ番組、全島のリンクをアドホック、いじるマンゴーによって、彼を、マネタイエン、リズ・イングを果たし、ジミー・レイは皮肉を行われ、プログラムのパフォーマンスで生産ニュースに誇張。リー・ジーインはそのことをためらわず、彼の新聞や雑誌で、マンゴー事件について言及し、また、台湾のアップルデイリーで、ヤン・ジーアン自身の広告を再生させました。 2010年10月13日には、香港で、ジミー・レイに掲載され、貧化日報中国民主化運動の竜・アキラ派を取得するには、ノーベル平和賞の記事を、それは、竜の妻と報告されたリュー、竜夏は、この記事を読んだ後、友人を介して除去されましたエル・アイズ・イングを、表彰式に招待しました。2011年5月、エル・アイズ・イングの自助伝、IAM ・エル・アイズ・イングが、 関東司会出版社から出版されました。内容は主に LI の企業経験と経験に関するものです。しかし、LI ズイングは CCP に歓迎されなかったため、出版社は規制違反のために報道を及び、出版総局によって調査され、対処されただけでなく、出版社のライセンスを取り消しました。出版社の社長、副社長、編集長、 およびその他の経営幹部はほとんど除かれたと言われています。2010年2月から2011年2月まで、主会出版社は13の補助書籍を含む22種類の書籍を出版する過程で、パートナー、または著者から料金を徴収したためです。管理料金、編集、構成、印刷、および配布の義務の不履行管理は制御不能であり、 書籍番号の振る舞いの売買を構成します。その中で9種類の補助図書は同じ本の番号を使用して複数巻きの本を発行し各館は個別に価格設定されてナンバーワンの他目的動作を形成します。出版管理規則、書籍出版管理規則及びその他の関連法規の違反、書籍出版事業許可の取り消しに対する行政罰が 期間に発行されました。アップルデイリーは出版社の元上級幹部が香港のアップルデイリーに本を出版することを選んだ理由は今度の読者のニーズに沿っていると語ったと述べた。IAMLI Zwing イイを出版した時、私は敏感なオリジナルの本の内容を削除しましたが、彼の人生経験と法制工場に参加し、 ジョルダーのブランドを始めたプロセスについてのみ話します。エルアイズ・ウィングによって設立されたウィークリーウィークリーとアップルデイリーの執筆で言及しましたが、これは単なる広告です。本はこれらのメディアの位置と内容をカバーしていません。局はレビューと承認を行い、特定の編集と発行は北京市鉄製書会社によって行われ、発行プロセスは完全に合法でした。禁止は 香港の左翼新聞から北京の共産党への苦情によって引き起こされました。ウィキリーク a によると2011年の香港連絡事務所の左翼新聞香港文院によるとはじむと毛皮では香港の米国総領事館と密接な関係を持ち香港の政治に介入し人々と行動をコントロールしています。このレポートは マルティデュアメン・シャネル・ニュースロイターなどのいくつかのメディアによって再販されましたが、ソフトウェア・フォクシーでは、LI ズ・ウィングが疑われる電子メールや寄付などのデジタルファイルを検索できますが、Google などの検索エンジンに関連する結果はありません。関連文書は、はじむとも秀が5年間で5000万元以上を、反中国民主党に寄付したことを明らかにした。当時、 アップルデイリーのインフォメーションテクノロジーディレクターは、誰かが会社のサーバーの情報を盗んだと考え、ファイル名を英語名、レイティングに変更して、ホクシーから発行しました。LI's イングは、個人的な寄付であり、外国の権力はないと答えました。の2014年6月19日発行し東、ウィーク、ラノの終わりと防衛の元米副長官の開示は、 香港の本土が共同で考えられている高派の人物ウォルフォビッツミツタイムズのジミー・ライワン・ハンマーチューニングはそれだけでインドネシアの前日に行くために時間を割いている間にプログラム自身とベハバイジー友達として年前から知られていると主張した回想。チャイナ・タイムズとフリー・タイムズのウェブサイトによると台湾の元フラットキャンペーンのスポークスマンであるファン、カッチンは メディアグループの会長であるエルアイズ・イングが、密かにセントラルを占領する計画を密かに計画していたと述べた。し、ミンドにザーンツホンの実装方法を議論するための秘密会議を開催するよう命じました。リージ・イングは、会議の内容を盗聴しないように参加者に、携帯電話を渡すように依頼しました。犬はそれを変えることはできません。それは本当にパパラッチです。 2014年10月7日に、フェニックスメディアが主張した多くの機密情報によると、メディアは記録されたコンテンツ公開しました。ジヤング記録データと指摘し、中央での職業の人々のゴールドマスターマニピュレーターの背後にある運動と疑わ、ジミーレイ、フェニックスは、IT が他にジミーレイを考えるの、占領材料供給の無限の供給と自由の、 直接的な資金提供者のアカウントと、そのメディア広告で販売さらに、メディア以外のメディアで、メディアの広告費用を支払うために、占領下の中国キャンペーンは、参加の革命占領地帯の経済活動を支援しました。し、民度が2014年7月に中央通信社を受け入れた時、彼とエルアイズイングは古くからの友人であり、しばしば話し合いをしました。 2013年、または2014年の初め頃、彼は民主運動のリーダーシップについて、L.I. ズイングと話しました。2014年7月24日、中国の公式メディア、ピープルズ・デイリーの公式版は、L.I. ズイングが香港の政治改革に独リンゴを飲み込むことを望んでいると題するレビュー記事を公開し、L.I. ズイングの4000万から5000万元の莫大な 寄付に疑問を提しました。反対は、セントラルの占領を先導し、彼と一部の反民主政党と政治家が再び、ブラックゴールド政治スキャンダルに陥ることを許可し、人気のある人々を完全に制御し、従って、香港の政治に影響を与えることを期待して、彼の計算を批判しました。台湾の独立軍から学び、香港の独立を支援する。 外国援助を導入したことで彼を批判することは、彼自身の私的な欲望を満たし、香港を破壊することです。l イズイングは、台湾の独立と香港の独立を支持したことはないと、述べ、香港のローカライズされた人々の出版を禁止したと、述べ、香港の独立の概念は、民主主義運動と戦う陰謀だと述べた。それはである、中国共産党以上の公式新聞参照。 マイクロ文字の反乱、ゴシップ、ジミー・レイが空の香港株式市場を買うために、元の会計処理に多額の投資を行っていると述べ、利益は1000万を超えました。報告書によると、はじむともひでは3つの主要銀行で約2000のインデックス先物を保有していました。しかし、このニュースの信憑性は疑問視され批判されています。香港の新聞はメディアの 株主が開示した文書によると、はじむともひではミャンマーを2回訪問し、通信大臣、産業大臣、国家計画経済大臣、商務大臣、水資源と会談したと述べた。また、河川システムの理事会会長、中央銀行総裁、文化大臣などの政府交換。しかし、ミャンマーの反政府組織に資金を提供するためのはじむともひでの お金の証拠があると主張する様々な情報源があります。l i ズ i ングは元米国国防副長官のリーダーシップの下、ミャンマーへの大規模な投資を主導し、土地の購入、投資銀行の購入などを計画していました。dagong.com はいわゆるミャンマーへの投資もスコーピオンであり、CIA の資金が商業資金に円滑に転換されると主張しています。 2018年8月16日、香港警察は、エルアイズ・イングの告白を認めたが、エルアイズ・イングは、記者の脅迫を否定し、警察は、調査を続けた。2018年9月8日、オリエンタル・デイリーは、エルアイズ・イングの司法保護に異議を唱える、報告書を発行しました。2019年7月、米副大統領バーンズと、米国務長官のポンピオとジミーレイ、 を含む、香港の際の状況を議論するために、逃亡犯罪者令に、香港の改正香港の発展と一国に自立的、状況下で。8月3日の夕方に、香港のヤウチムモン暴動が発生した8月初旬のタカング・パオの開示によると、エルアイズ・イング、チェン・ファング・アン、チェン・リジュン、エルアイス・ヒューミングなどと外国人男性が、レストランで会いました。8月17日、 英語のウェブサイト、ディムズンデイリーは、テーブルの上の外国人が、国家安全保障の専門家であるクリスチャン・ホイトンで、あると報告しました。2019年7月14日、数十人の香港市民が、はじむともひでの住居近くの有志鉄線と、電気ボックスに、民主主義は寛容であり、民主主義は寛容ではないと、スローガン、中国の裏切り者、裏切り者、 X 通り、X 家のシャベルを掲示した。その後、l イズイングは、住宅のセキュリティを強化し、数人の警備員が、ドアの外に配置されました。2008年8月に、到着を予定して、重機の本土人、高美のの所持は、暗殺ジミーレート民主党が、党議長作成マーティン・リーが、彼の方法はされた、香港の警察は中国本土、 2009年7月3日に逮捕された10人の霊と共に押収しました。孔南浪川16年の刑を宣告されました。L.I. ズイングはかつて法廷で誰かが彼を傷つけたいと思ったらずっと前にやったと言った。しかし、新鮮の裁判所の文書はの生活の死謀であるジミー霊、危害を加える意図を示し、台湾、香港のビジネスマンを警察は ケースはまだ調査中であることを特徴とする2013年6月18日、ジミー・レーデのホーマンティンカドーリエ道路の家は、加害者コースターブレーキでヒットし、ナイフやドアの脅迫で、斧、高速脱出を設置しました。警察は、その後、疑わしい自家用車が、クワイチョンに置き去りにされ、後部に、衝撃の兆候があることを発見しました。急流市警察区犯罪分隊は、 犯人の動機を調査しています。フェニックスサテライト TV のウェブサイトによると、2014年11月12日に、香港の中国占領を支援するメディアグループのエルアイズイング議長は、午後に占領地域で3人の大きな犯と出会い、誰かが手を通りました。上位3人は、尿印と豚の内臓を含んでいる疑いのある袋で満たされ、 li に投げられて携帯電話を取り出しました。はじむともうひでは袋の中の汚れに見舞われた。占領中枢キャンペーンの開始以来、大衆は怒りを覚えており、頻繁に中傷されるほか、はじむともうひでは、ホーマンティンの自宅に多くのデモンストレーターを抱えています。満足していません。2015年1月12日の早朝、二人の男性が焼け瀬爆弾を スンクワン王の一般部門とメディアに投げ入れましたが、警備員はアラームを発見し、事件は負傷しませんでした。同時に、アップルデイリーの前大統領であるエル・アイズ・イングのメディアの創設者も焼印岩に投げ込まれ、そのプロセスは大きな家の外の閉会路テレビで撮影されました。警察は後に、チムサーチョイのチャタムロード南の早朝の銃撃事件が、夜印事件に関連していると疑った。 自治解説者のシャオルオユアンによると、リージーインは彼自身の経営哲学を持ち、シャオも彼のビジネスに触発されています。エルアイズイングが彼女の祖母の影響を受けたとき、彼女の祖母は時々エルアイズイングに上司になるために海水ピーナッツを買うと言い続けたと言いました。リージーイン自身は自分は神殿の素材ではないと言った。これは彼のように好きではないことを意味し、 寺院の死後のためにと同じ参拝者に寺に仏像た時にそうするように祈ることだけでなく自分自身の仏。2019年8月11日にはに従って大広報と連合双方引用されたマイクロチャンネル公共番号惚れ不暴漁を自民例はデリに沿って家になるための口実として不法港中国の混乱純徳 関東省の自宅に報告しました家族の経図は逆として却下されます。一部の書籍は検閲対象となっている。詳細は香港と台湾での近所。ありがとうございます。